皆さんこんにちは、おふみです。今日はですね、なんと新しく生まれ変わった私のルームツアーをしていきたいと思います。もうほんと心境並みに頑張ったので、やっていきたいと思います。早速なんですけど、ここがまずドアでね、これがスイッチなんですけれども、あ、ちょっとこっちの光ってる理由はまたお見せしたいと思います。パッとこう正面にはですね、ぬいぐるみコーナーですね。私の大好きなぬいぐるみちゃんですね。でこの辺は私が先の木の板を買ってきて、何年前、2、3年前に適当に描いた絵を、なんかいい感じだったんで貼ってます。あ、上にもありますね。でここではちっちゃいぬいぐるみたちがひしめき合って暮らしております。この辺はなんか小学校の時にさ、よくあとお土産でもらったやつ捨てられず、ここはね、かわいいかわいいちっちゃいものたちのちっちゃいものクラブのコーナーで、この横はですね、ちょっと、あ、大丈夫？前見えないね。よいしょ、よいしょ。ああ、ダメだこりゃ。うん、いいわ。ちょいでっかいものクラブですね。これももらい物とかなんですけど、テッドちゃんとかね。で、ここは私のまたこれ大好きなちっちゃいものクラブがいますね。あ、倒れてる。倒れてるじゃないの。置きましょうね。この子はね、片足ないの。ちょっとね、なんか長くなっちゃったからね。これ一緒にご飯食べてんの。この奥にいるネズミも一緒に食べてんの。で、こっちの横にもおります。とっても可愛いよね、このコーナー大好き、うち。で、これ弟が何年前かな、これも小学校の時とかやから10年前ぐらいかな、になんかどっか遠足行った時に水族館で姉にお土産を買ってきてくれたものです。このコーナー本当に大好き。ここはこんな感じでモリッとね、前の部屋の時は全部机の上にいたんですけれども、実はその机、勉強机をですね、処分いたしまして、はいそれもちょっとおいおい喋っていけたらと思うんですけれども、でこうパッと上を見上げますとですね、症状が変わっております。今まで症状はですね、束ねてですね、ボッと適当に置いてて、ちょっとなんか今まで頑張ってきたもんにした扱いが雑ではないかと私も思い出したので飾ってみました。だいたい100均の額で揃えてみました。もうほとんど陸上のですね、いただいたものです。でこの下がですね、これ100均で買ったんですけど200円ぐらいかな、なんかすごい吊り下げ式で、これブルーライトカットメガネで、私目はいいんですけど、一応編集とか外で、なんかここは一応外に持っていく必需品を置いておくみたいなコーナーにしようと思って、でこれは外で編集する用のブルーライトカットメガネですね。こんな感じでね、ブルーなんですよ。まさにブルーライトカットって感じな。ほんまはクリアメガネが良かったんやけど、クリア類型でやって、ここがワイヤレスイヤホンがてます。でお気に入りのブローチ とこれが財布ですね、コーチので、これが小銭入れ でここまで何入れるかまだ迷ってるって感じで、とりあえず油とレシを母からもらったので入れてるって感じで、これもね外で編集する用のヘッドホンなんですけど、私音楽聴くのは大体こっちのワイヤレスイヤホンなんで、本当これももう編集のためだけにっていうだけなんで、もう安いダイソーのですね。でこれはMacBook を入れる用の入れ物と、そうなんか薬とかお守りとか、これをカバンに入れたらその上でも移動できるみたいなセットにしてるのと、ちょっとポーチ類ですね。はい、ここはこんな感じでした。ちょっと最初で時間をかなり取ってしまいました、すいません。でパッとこっちに移りますと、これはちょっと冬物で、冬物もまた別で収納して、もう2箱ぐらい段ボールが出たんですけど、さらに押し入れの奥へしまいまして、こっちはギリ衣装にもできるかな、まあもしかしたら着るかもしれんっていうのと、ちょっとなんかまだ使ってない額縁とかもごっちゃにしちゃってるんで、これはなんか紙芝居ですね、私の書いた。でタンスがありまして、
でこの棚はですね、ちょっとこれもまだ使い方を迷っていて、で今回完全にじゃ全部収納できたわけじゃなくて、この何も収納できてない棚がめっちゃあるんですよ。なんか使えそうと思って買ったけど、結局今何も入れてなくて、これは上に突っ張り棒をして、あのアイロン、例えば100均でこれもダイソーですね、買ってきまして、でちょっと、うん、まだ使えていないハンガーとか、これはあの服のミストみたいな感じで、これ筋膜リリースのやつですね。で下には、あ、買ったマイケルコースのバッグですね、グレーのこういうバッグが欲しくて、でここはあの撮影機材類ですね、大体あの照明だったりとか三脚とか、ここも大体照明とか延長コードが一色単に入っておりますって感じですね。ここまでちょっと、うん、まあ、もうちょっと手つけたいなって感じです。でいよいよなんですけれども、じゃーん、ほんと生まれ変わったと思いませんか皆さん、思い出してください皆さん。じゃあちょっと詳しく説明していきたいと思います。じゃあまずあのちょっとこっちはね、ちょっと頑張って綺麗にしたメイクコーナーはちょっと後で、こちらはですね椅子ですね、椅子、うん、ただの椅子です。でコロコロとゴミ箱と、でちょここに充電器があるって知ったので、ここに前にね勉強机があったんですよ、でっかいでっかい。でそれをやっぱついに処分いたしまして、ここはもともと出っ張ってるとこなんですけど、ここを机として使うことにしました。ここで最近編集したりとか、こういうペン立てもめっちゃ便利だね、買ってきて、でこれ携帯充電する用のちょっとコンセント今汚いんですけど、雨、私最近ずっと雨なめてるんで、雨と、あとここにはねドリンクを置いて、これめっちゃいい、あのすぐ水が乾く、これも100均なんやけど、ドリンクのコースターですね。でこれ私今使ってる携帯なんですよ、これがねめっちゃ可愛いの、これねシーンで買ったんやけど、あのちっちゃい鏡になってて、じゃーん、これめっちゃ良くない？出かけた時とかにさ、ちょっと画面確認したいなみたいな時とかにこれめっちゃ使えると思ってさ、そう。でこのケースは100均です。でこの絵もダイソーですね、このリングも、うん、まあ、こっちダイソーで生きてるって感じで、これは鉛筆とかですね、でスケッチブック、私はあの編集の合間にちょっとでもなかったの栄養、うん、懐かしいな。あ、昨日か、昨日はあの動画のダウンロード中に30秒クロッキーをしてました。めっちゃ楽しいから、あの絵描くの好きな方とかはぜひ、やっぱ絵は私にとってなくてはならない存在です。でここにもねチビたちがいます。なんかお土産もらったりとかしたやつですね。これもなんかもらい物の水晶、これも捨てられなく置いてます。でこれがあ、これがあれですね、あの何やっけ、あ、 YouTube での10万人記念の時のおふみって書いてある銀の盾ですね。で陸上の盾、陸上のメダル、陸上で、これが A ですねの盾、あのさっきの賞状と一緒にいただいた盾なんですけど、この飾り場をどこにしようか今まだ迷ってるんですけど、なんとなく前あったところと一緒のところに置いてます。でこれなんですけど、問題のツイッターでとかインスタでさっき言ってたんやけど、シートで、あ、取れちゃった、そう、取れるんですよ今、とりあえず画鋲でつけてるだけなんですけど、でこれカーテンめくるとね、これ冷房なんですね。はい、またちょっといじらなあかんなと思ってるんやけど、とりあえず早くきれいにしたくて応急処置しました。この大理石シートはですね、この壁とこの床で使ってる大理石シートは楽天で買いました。で、こっち側に映るんですけれども、こっちはほんとメイクとあと撮影スペースみたいな感じにしたかったんで、ちょっとちぐ全体で見たらほんとちぐはぐなんですけど、あのここはもう撮影スペースとして私の中で思っております。ちょっと入ったらね、この思い出の貝殻なんてね入れちゃったりなんかして、でこれはお気に入りのブローチです。すごい可愛い。でこれもね思い出の箱なんよ。
動画で言うとね、東京のお仕事密着みたいな感じで出してた動画があるんですけど、その時に19歳やったんやけどね、2年前の時に初収録で、で1月が収録日やったんですけど、誕生日が近いでもうすぐ成人ということで、シャンパンをスタッフの方からいただきまして、もう本当に嬉しくて嬉しくて、すっごい綺麗な箱やし、なんか使いたいなと思ってたけど、今までちょっと場所なくて使えてなかったんですけど、なんかちょっとお花出ていい感じにしたいなと思って、これは造花なんですけどしてます。これはブローチですね、うん。まあ、ここもね、でもほら見ての通りガラガラなんで、うん、掃除しすぎて入れるものなくなっちゃった状況なんですよね。でこの紙袋もインスタのストーリーで言ってたんですけど、友達からデパコスをもらって、初めて私にとってのデパコスやったんで、忘れられなくて本当嬉しくて、で実はこの中に大好きなアメちゃんを入れてるっていう活用してますね。でこれは気分上げたい時とかに使うやつですね。これももらったアイシャドウとかデパコスのが主に入ってますね。もう見てるだけでテンション上がるのでね、ちょっと飾っております。はい。でここは白の壁、まあ、前にしたところで、今度はここもねこれにしたかったんやけど、ちょっと生地足りなくて、でほんまここにもやる予定なくて、この下のがギリ余ったんでここにしたって感じなんですけど、これカラーテープですね。でちょっとそこがでっかい鏡があって、 YouTube をまた撮ったりとかしてますね。でこっちがね、じゃーん、新しい私の今のところのメイク場所となっております。でこっちもちょっと詳しく説明していくんですけど、アクセサリースタンドですね。これも100均のゴールドのやつで、すっごい可愛いよね。なんかまあアクセサリーの説明すると長くなっちゃうんですけど、こんな感じですね。で筆立てはさっきの文房具立てと同じで、ダイソーで買った。で上は細かい筆にして、下はなんかチークとかシェーディング用で、そのさらに下はパウダーとかファンデーションブラシにして、その下はなんかミニバサミとかヘアクリップとかにしてるって感じで、この棚はよく使うなんか時計とかブレスレットとか、この棚も100均でダイソーで買いました。でも200円商品とかってなっちゃうかな、これで。よくネックレスとかで、ここは金とかですね入れてます。でここはこれも100均で買った。うちさ OM の日にさ100均によってめっちゃ買ってきたんよ、いろいろ。これなんかフィニアとか多分立てるんやけど、ほんま立てで使ってけど、こっからファンデとかを使うようにしてます。で奥がブラシと、なんかいろいろヘアオイルとか水とか、でこれも化粧水やな。でティッシュですね。でティッシュの箱もなんかここまで来たら可愛いのにしたいねんな。でなんか可愛いもらったアイマスクと、でこれはね化粧スポンジを入れてみました。100均の化粧スポンジなんですけど、ちょっとなんかテンション上がるので、めんどくさくなるかもしれんけど、一瞬でも可愛くしたくてつけてみました。でこの棚はね、なんか中学の時に技術の時間で作ったんですよ、みんな授業で。で私は卒業して、それこそ18歳ぐらいの時かなに、なんか青にしたいと思って全部青に塗ったっていうだけなんですけど、これはあんま普段使わない香水ですね、うん。でこれが、まあ、アイシャドウ類ですね。これ何の箱かっていうと、iPhone 買った時の蓋が捨てられなくて、結局あいいやんと思ってこれに入れてます。でマスカラじゃないや、ビューラーと、ちょっと奥に日焼け止めと、ちょっとリフィルこのファンデの、最近このクリオのファンデ使ってます、うん。でちょっとこの間のメイク動画でもちょっと正直な感想言わせていただいたんですけど、これティルティルのファンデ相性がちょっと私の肌とは良くなかったっぽいので、どうしたもんかなと今ちょっと思っておりますね、うん。でこの棚はなんか小学生の時にお母さんからもらった買ってもらったかな、これちっちゃいところにはまたピンと、あとガーゼっていうかコットン、ちょっと綿棒とコットンですね。で2段目には試供品でもらった香水とか、コスメ買ったらついてくる香水とかがありますね。これは私最近結構使ってます、この辺
気分で選べるの でこれもまた下何入れるかも迷ってるって感じですね。でこれはBluetooth でシャッターを押せるカメラのリモコンですね。よいしょ、こんな感じでちょっと一旦置いといて、でここはこれアイブロウペンシルなんですけど、なんかそうそう、ペンシル関係だとか、あと最近よく使う下地とかコンシーラーとか、あとリップもここに今とりあえず入れてますね。さっき私この5歳ひなつさんのめっちゃ可愛いリップずっと使ってます。この色大好き、ほんまに。そうそう、こんな感じで、これ鏡ですねっていう感じで、結構厳選しましたね、ここに置くものは。で、あ、これは何かというと、髪の毛、ヘアクリップとかヘアゴムとかが、シュシュとかが入ってますね。うん、こんな感じですね。本当ここはなんかコンパクトにしたくて、ここで写真撮るとこんな感じですね。そう、割とここの空間は気に入っております。うん、ちょっとこの辺がねハゲてたりするんですけど、でこう作業場がありまして、上すいません、ちょっとかわいそうなんですけど、ティッシュなんですね、これ。でもこういうことで合ってるんだよね、多分ね。じゃあこっちにはかわいい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 ぽっちゃんがいます。かわいいね、ほんとにかわいいね、お前は。じゃんじゃんにん、ほんとにかわいいな。今年で何歳なんですか？わあ、今年で10歳ですか。今は9歳なんだけどね、長生きだね、かわいい。はあ、かわいいわ。おやすみなさいだよね。掃除とかご飯とかありまして、で、じゃあこっちなんですけど、こっち私の趣味コーナーですね。部屋今のとこ、こっからこっちはもう作業とかで割とシンプルにしてますね。だから余計な情報が入るとそっちやりたくなっちゃうので、でパッと後ろ向いたらもうこっちはもう好きなコーナーにしようと思って、であそこ本も置いてあるんで後から紹介するんですけど、こっちはもうぬいぐるみとか絵とか本とかもう趣味のコーナーはもうこっちにやって浮かせました全部。この絵だけ私が描いたんじゃなくて、私の名付け親といいますか、ふみという名前を付けてくださった両親じゃなくて、芦屋小雁さんという俳優の方が付けてくださいました。ここに小雁ってあるんですけど、私が生まれた時にくださったらしくて、私がこの辺飾らせていただいております。芦屋小雁さん、あ、ガンジーって私は呼んでたんですけど、本当は芦屋小雁さんと呼ばないといけないんですよ。もうガンジー好きなのでガンジーと呼びます、これからも。で、上はなんかキャンバスに描いたなんか星空的なやつで、これなんか天のなんとかです。で、これはなんか舞台の時に百景行前夜祭っていう舞台を17か8かの時にさせていただいたんですけれども、キャラクターが面白かったのでボールペンでほぼ一発描きなんですけど、みんなの絵を描きました。ちょっとお気に入りなんで貼ってます。で、この辺も落書きですね、大体この辺も授業中とかに落書きしてた絵ですね。で、ここがハンガーみたいな感じなんですけど、この、まあ、絵垢でほとんど紹介してるんですけど、インスタのなんかこういう大きい画用紙に書いたやつだったりとか、あとはとかはスケッチブックも隣の、ね、黄色絵みたいなのは、このスケッチブックの中の あ、これや、この浮世絵、浮世絵っていうか、なんていうのや、うちもあんまり描くとき何も考えてないから、あれない、言い方難しいと、なんか日本っぽい絵をこれでも描いてみたいなと思って、このちっちゃい版で最近また描いてみました。これなんかめっちゃ綺麗よね。で、ちょっと落書きと2段目がですね、これもまたお気に入りの、これは高校生の時に描いたレオンのマチルダちゃんをアクリル絵の具で描いたものと、そしてこちらはですね、結構オレンジコーナーなんですけど、これ私さっきの貝殻と合わせての思い出なんですけど、
あの小学校の時の遠足で海の家に行って、その時の夕日の写真ですね。でつい最近っていうか一昨日かな、深夜に急に描きたくなって、この写真の通りに。でちょっと夕日を自分なりにまた描いてみました。これはまた絵垢で紹介できたらと思うんですが、割と気に入っておりますね、このセットで。うん、でこっちはまあちょっとこっちはなんかカーコガーって白いのをつけたいなって思うんやけど、ちょっとこれ掃除機よね。なんかまあプーの病院とか連れて行くようなと、前までオタクコーナーって言って作ってたんやけど、ほんまに場所ないのにオタクコーナー作れるかいと思ってとりあえず一旦しまって、これからもう一回出していこうかなと思ってます。でもなんかあんま使ってないズボンがここにあったり、ここはカバンですね。うん、ここはカバンをガッと入れてあります。こっちは冬の運動着で、その下もね、あの漫画が入れてあります、少女漫画とか。でここはあのスーツというかジャケットとかをかけておいてます、冬物とかね、コートも。でこの下が、あ、ちょっと邪魔やその、これあのギターですね、コースティックギター。私趣味でギターも弾くので、あのよいしょ、ちょっと懐かしい、ダメだ。これはね、あのこれみたいに使うかなと思って買ったけど、使わなかった棚の残骸です。使い道どうしようって感じです。でこれは私ね、懐かしいんやけど、今はもうスマホでできるけど、ギター本って書いて、で小学5年生の頃から12年間ぐらい趣味でギターをやっているんですけど、当時はスマホも携帯も持っていなかったので、こう親の持ってるパソコンを30分だけにしてもらって、ガーッと頑張ってコードを手書きで写してって感じでやってたので、こういうギター本とかもね、すごい思い出ですね。うん、懐かしいね。そんな感じのちょっとギター場所通るんですけどあって、でここがあのウィッグ関連と、あと、あ、下がウィッグで、で上が画材とかですね、文系とか絵を描くという画材で、こちら撮影の小道具で衣装で、これも画材ですね。うん、でこれはあのゴチジェット、雑貨というか、まああの日記とか、あの付け爪とか、あのあんまり変身メイクの時に使うコスメだったりとか、スキンケア用品、お泊まり用のスキンケア用品とか、カラコンとかですね、日常使いしないけど一応まあ、よく使うみたいなコーナー でここが思い出のコーナーですね。それこそ日記だとか、前使ってたというか、これもあの過去に書いた絵とかもよく入ってるのと、あと部活のやってた時の書類とか思い出を残してます。ちょっとアルバムだとか。でここが本棚なんですけど、ここだけじゃなくて、あの我が家別にまた本棚がちょっとでかいところがあって、そこにも置いてあるので、ここが私全部ではないんですけど、ちょっと紹介すると、イラストレーターさんの画集なんですけど、私の大好きな中村祐介さん、ちょっとあのプーにかじられてしまって欠けてるんですけど、ちょっと一旦これ、うん、で奥があの中学の時ですね、ちょっとお菓子作りとか料理にハマっていた時期があって、本だとかプーを買い始めた時のウサギに関する本だとか、あとは奥は全部小説ですね、あと好きな漫画とか、で手前も小説ですね。私は東野圭吾さんがすごい好きで、結構ハマってた時期だったんですけど、ここからここまでは東野圭吾さんで、そうだな、おすすめはね、私は一番読み返したのは秘密なんですけど、この秘密っていう本でも、白夜行と、このちょっと分厚いんですけど、読んでみたら絶対面白いの、ほんまに。この白夜行と原野もね、めっちゃ良かった。あとこの片思いっていう作品もすごく好きで、結構 LGBT とかジェンダーレス系のお話なんですけど、の読書感想画を書いてくらいすごい好きです。あ、カラフルなんかはなんかすごい、あの思春期の方とか学生さんとかすごい読みやすいと思います。すごい短いしね、うん、ちょうどいいと思う。でこっちが小説、よく読む小説で、こっちが勉強系とかですね、なんか最近いろんな知識を増やしたくて、他の人の話を聞けるような本だったりとか、どうだそうだ、あと哲学とか心理学、私すごいあの実は好きなんですよ。なんでこの辺の本を結構読み返したりしますね。あとはでこの辺もちょっと小説ですね。でここはお気に入りの、 あのしおりとかを置いております。うん、か
感じですね。とりあえず本棚はこんな感じで、横これはあのすぐジムに行く用のカバンなんで、水着とか体操服とかあのタオルとか上靴が入ってます。でこの上なんですけど、ちょっと招き猫が2匹いて、ここちょっと謎の空間になっちゃってるんですけど、これはあのファンの方からいただいたプレゼントだったりとか、あのお手紙とかを大事にしまってあります。ここだとほこりかぶらへんなと思って、いいなと思ったので、でもちょっともうちょっとここなんかきらびやかにしたいよね。でこれはちょっとなんか文房具というかって感じですね。見渡せば趣味の世界。本棚紹介もやってくださいって言っていただいてたんですけど、なあまたちょっとまとめたいなと思うんで、とここだけではないので説明しきれるかわからないんですけど、本当一部なんですけれども、またね紹介できればなと思います。最近読んだのやとドストエフスキーさんのあの罪と罰っていう本がすごい面白かったので、結構ちょっと暗い景色な人とかおすすめだと思います。なんか哲学とかの本でおすすめとかあったらぜひ教えていただきたいなと思いますね。こんな感じでした。新しくなりました。それではありがとうございました。皆さんまたお会いしましょう。新しくなったお部屋でバイバーイ。